はい、その他には DVD だったり動画を USB メモリーになります。ちょっと電源を入れてみたいと思います。はい、そしてこちらに外付け USB をつけてもらって、この中に動画だったりとか DVD を入れてもらうことでナビで見れる。はい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日はナビのご紹介をさせていただきます。はい、車両は2018年のロードグライドになりますね。で、まあ、この車両に関しては限定カラーで世界限定225台の51台目ですね。そしてこちらがナビになります。ちょっと電源を入れてみたいと思います。このような感じでケンウッドさんのが入っている感じになりますね。音楽だったり、あとはDVD などいろいろ見れるようになっています。もちろんナビも使えるようになっています。はい、このような感じでね、車と同じようなナビが使えるようになっていますね。かなり便利です。で、例えば普通に検索などもできるようになっていて、本当に車と一緒です。あとは住所を打ってもらうだけでできるようになっていたりしています。はい、その他には DVD だったり動画を USB メモリーに入れてもらって、こちらですね、こちらで見れるようになっていますね。そしてこちらに外付け USB をつけてもらって、この中に動画だったりとか DVD を入れてもらうことでナビで見れるようになっています。で、こちらは今まで通りに携帯など充電したりとか、あとは有線でつなげることも可能になっています。はい、と他にもいろいろな機能がありまして、まあ、携帯の Bluetooth をつなげたりとか、あとは有線チャートを聞けたり、あとはまあ今まで通りラジオは聞けるようになっていますね。まあ、あと iPod などもつなげるようなことができるみたいです。本当に普通のナビですね。